国鉄 JR 北陸本線は滋賀県の米原駅から日本海側を進み、新潟県の直江津駅までを結ぶ路線です。信越本線、羽越本線などとともに日本海縦貫線を構成し、大阪から北海道まで人や日本の物流を裏で支える重要な役割を担っていました。整備されるのも早く1913年に全通、特急、急行貨物列車など数多くの列車が走りましたが、時代の流れで急行は特急日本化、さらに2015年、北陸新幹線が金沢まで延伸されると、北陸本線は金沢までに短縮、新潟県、富山県、石川県の並行区間はそれぞれが出資する第三セクターに移管され、長距離列車は消滅しました。晩年の電車特急、電車急行、長大貨物列車が高速で複線の線路を行き交うその光景は、開業当初とは違うものでした。北陸本線は今から100年以上前の技術で作られた単線非電化の線路でずっとやっていましたが、時代の流れ、高速化のために戦後全国で行われたのと同じように複線電化がなされました。その際、単線、急線部分は捨てられてしまった場所が多くあります。新潟県の区間、直江津市振間を移管された越後ときめき鉄道では、この度2021年7月4日から国鉄時代の急行色を身にまとった車両を急行列車として復活させます。往年の急行列車を思わせる高速走行に期待して、そんな高速運転を可能にした先人たちの技術と務めに感謝して、このチャンネルでは直江津市振間の北陸本線の急線跡をたどってみようと思います。それではよろしくお願いいたします。まずは直江津駅から谷浜駅を見ていきましょう。この区間が複線化されたのは1969年のことになります。ということで、まず見ていくことにしましょう。現在の線路は直江津駅からこのように山があるんですが、そこをまっすぐとトンネルを突き進んでいきます。湯殿トンネルです。そして急線時代はどうだったかというと、このトンネルをなるべく短くしようということで、途中から折れてこのように行って進んでいきました。そしてこの辺りの地区、ゴーズというのですが、ゴーズトンネルという名前でありました。そしてですね、実はこの急線区間、赤い部分には駅があったんですね。それがこちら、ゴーズ駅です。こちらは複線化の時になくなってしまった駅なんですね。ということで、まずはこの谷浜駅まで歩いていくことにしましょう。ということで、直江津駅にやってきました。この船の形をモチーフにした駅舎、今は越後ときめき鉄道が管理をしています。駅の中もかつて特急列車など多数やってきていた、そんな痕跡を残す直江津駅ですが、それはもう他の YouTuber の方々がいっぱい紹介されていますので、この動画では中に入らず、もう早速ここから西側に向かって歩いていきたいと思います。1番線ホームは長岡方が投炭式となっており、日本海翡翠ラインの列車のみが発着をします。たまに特急白雪号の留置する場所としても使われているようです。北陸本線時代も主に1番線から普通列車富山行きが発着をしていた、そんな時代もありましたね。直江津駅から西に500メートルほど歩いてまいりますと、旧北陸本線、そして旧信越本線の分岐地点があります。ちょうど雪月花も妙高羽馬ラインの方へ進んでいっております。このカメラちょっと拡大しますと画像が荒くなってしまうので、もうちょっとズームするのはやめようかなと思ったところでございます。直江津駅から1キロほど歩いてまいりました。北陸本線はずっと一直線に西側に進んでいっているのですが、振り返ってみますとあそこに山が広がっています。ここから進んでいくと湯殿トンネルがあるのですが、急線自体はここからこの道路に沿って画面の右側の方に曲がっていっていました。あそこに白いお家がありますが、あの辺りに向かって進んでいっていました。そして今私がどこに立っているのかと言いますと、この上越市立交通公園はゴーカートなんかもあるんですが、一番の見どころはこちら D5175 号機が保存をされております。1938年に作られ、1972年の廃車になるまで水戸、白河、宇都宮、長岡、酒田、新津などで活躍をしました。晩年は直江津から酒田まで活躍していたんですが、1972年の羽越線電化に伴って廃車となり、上越市民の要望によりここに保存することになったわけなんですね。
このように屋根もありますし、丁寧に手入れされているんでしょうか、比較的綺麗な状態で残っていますね。そしてここにロープがあるだけですので、かなり近づいて見ることもできます。360度見渡すこともできます。この D51 型機関車は1100両を超す量が製造され、この75号機は比較的初期のものになりますね。できてからすぐに関東地区に配置されましたが、晩年は新潟地区にやってきました。廃線跡に戻ります。この道路ではなく家が4軒並んでいるんですが、この辺りが廃線跡だと思われます。画面の右奥には今の日本海水ラインをまたぐ跨線橋も見えますが、旧線時代はここからこの畑、この辺りを進んでいたものと思います。この砂利道とも後で合流をするんですが、その跨線橋、画面の左側のこの道は国道8号線になります。こちらとも後から合流をしていきます。今は廃線跡の跡形もなくなっているこの草木の生い茂っているところ、50年ほど前まではここ列車が走っていたんですね。そして振り返りますと、林から抜けてこのように開けたところにやってきます。ということで向こう側行ってみましょう。すると駐車場が広がっています。北陸本線はここを斜めに突っ切っていたようなんですね。廃線跡にはこのように広い駐車場を構えたあちら、魚屋魚精上越店があります。新鮮な地魚やその魚を利用した惣菜、お土産物なんかを扱っているお店になります。ここを斜めに突っ切っておりました。ということでこのお店の反対側に行ってみますと、はい、裏側にやってきました。すると画面の右側、国道8号線が近づいてきております。実はここから先、廃線跡はこの道路の拡幅、その敷地として今使われているんですね。ということで廃線跡というものはこの道路に埋もれているという状況になります。ここを進んでいきますと、大きなトンネルが口を開けています。ゴーズトンネルです。北陸本線時代もここには湯殿山の麓を突っ切るゴーズトンネルがあったのですが、ここに新たに国道8号線バイパスを作るということで、その用地として利用されたというわけです。ここでかつての航空写真を見てみましょう。こちら1967年、北陸本線この区間が複線化される2年前に撮影された航空写真になります。画面の右上に直越駅がありまして、そこから左下方向に線路が伸びています。まず画面の右下方向に旧信越本線が分岐をしていきます。北陸本線はそのまま先も左下方向に進んでいきます。拡大してみましょう。こちらになります。この辺りで新線と旧線が分岐する場所となっています。その証拠に、もう複線化される2年前ですからね、その今の線路の場所が田畑切り開かれているというのがわかるんじゃないでしょうか。そして旧線時代はそこから海の方向へ抜けていきます。そして山がありますが、そこ、こちら、この辺りが旧ゴーズトンネルになります。この辺りは今はもう国道となっているんですね。ということで山の反対側、海側に行ってみましょう。ゴーズトンネル抜けてきました。すると画面の左側から山の裾を沿ってくる道路があります。こちらが旧道になります。そしてこの辺りからは海も望むことができるようになりました。この後旧道と現在の国道8号線は合流をします。廃線跡はこの画面の左側、現在の国道8号線が新たに作られています。国道8号線が旧道と同じ高さに降りてきました。ここで合流するんですが、ここの信号ゴーズと書いてあります。ゴーズ地区にやってまいりました。この旧道はここに線路があった当時からあるのですが、画面の右からやってきた旧道はここで踏切を渡って、画面の左側山の裾を線路に並行して進んでいっていたようです。ここからはこのように首木自転車道ということで整備されています。糸魚川市浦本地区までおよそ30キロ、今日私はそこをママチャリで28キロほど行って折り返してくるという日程になってるんですが、現在朝9時40分、一体何時間かかるんでしょうか。右手に美しい海を眺めながらのサイクリング、いいですね。まあ私はママチャリなんですけれども、そんな景色眺めながら 1,2 分ほど進んでまいりますと、道路の脇に駐車場がありまして、少し開けたスペースがあります。実はここにかつて直江津を出てから最初の駅がありました。この辺りで旧道が山側に分かれます。
その旧道と現在の国道8号線の間に駐車場があるんですが、そこが江津駅の跡地になります。振り返ってみますと、ちょうどですね、何やら駅の形っぽく見えませんか？左側が駅前通り、ちょうど画面の真ん中あたりに駅舎があったものと思います。そして右側、今道路が走ってるあたりに2面2線の江津駅構内がありました。こちら1967年に撮影された江津駅周辺の航空写真になります。この辺りに旧江津トンネルがあります。そしてそこから海沿いへ出ていきまして、江津駅はこちらです。旧道が山側へ少し膨らんで、その海沿いに江津駅構内があるのがわかります。江津の集落はこの辺り、先ほど交差点があったところになります。江津駅はこの区間が開業した1911年に開業しました。2面2線のこの駅を発車する蒸気機関車からキハ81特急白鳥まで写真が残っています。50年以上続いた普通に地元に根ざした駅、江津の集落の隣、無臭岩戸の集落にありました。1964年には集中豪雨による地滑りで江津駅も被害を受けました。そんな地滑り多発地帯を走る北陸本線のこの区間は、ついに1969年に湯戸のトンネルを掘り、この区間は廃止。新線上に駅を付け替えることもせず、江津駅は廃止となってしまいました。そんなかつての景色に思いを寄せながら、また廃線跡を進んでいきましょう。ここから先もこのように国道8号線の用地として利用をされております。ということで、またこのサイクリングロードを進んでいくことにしましょう。でまたしばらくしますと、旧道が山側へと入っていきます。集落にやってきたということです。こちら旧谷浜村長浜地区にやってきました。北陸本線はこの旧道と今の道路、その間のあたりをずっと進んできていました。そしてそこから画面の真ん中、家が建っているのですが、その手前あたりを進んでいきました。本当はそこの映像も撮ったんですけれども、ちょっと削除してしまいました。そしてここは長浜という地区なのですが、そこに作る駅だったので長浜駅にしようということだったのですが、同じ北陸本線にもすでに滋賀県に長浜駅という駅ができていましたので、同じ路線に同じ名前の駅があるというのはということで、この村の名前を取って谷浜駅ということになりました。そちらに向かってまた行きましょう。その前に再び1967年に撮影された航空写真を見て確認してみましょう。画面の右上から海岸線が続いています。白い筋が旧道になります。そこをずっと辿っていきますと家々が並んでいます。そこが谷浜駅のあるところになります。その白い筋の海側に、こちらもやはり旧北陸本線が続いているのをお分かりいただけますでしょうか。谷浜駅の位置は今と当時とで変わっていません。おそらくこの辺りから現在は今の湯戸のトンネルに入っていると思いますが、まだ開業2年前ですが、特にこちら側の工事はなされていないようですね。現在の線路とも合流をしまして、この伏線の線路画面の左側には湯戸のトンネルの出口があるのですが、ここにですね、水路があります。その橋をですね、また見てみようと思うわけですね。この区間1969年に伏線化されましたが、果たしていつ作られたのか。左側にできた年が刻まれています。1967年の6月と2年前に作られたということがわかります。ちょっと向こう側くぐっていきましょうか。だいぶ低いところですね。こっちは海側、国道8号線になります。そしたらですね、やっぱり案の定面白いものを見つけました。海側このようにコンクリートなんですが、一番山側だけこのようにレンガ造りになっています。
こちらの方が古いということで、単線時代はおそらくここを走っていたんじゃないかと思います。それを海側に増幅させたということなんでしょう。上のコンクリート部分はさらに新しく1977年というふうに書いてあります。この辺りはもう謎に包まれておりますが、明らかに下の作りが違うの分かりますね。そして谷浜駅の近くにある跨線橋にやってきました。もうホームは見られるんですけれども、長いホームの先端部分は整備をされていないようです。黄色い点字ブロックのある辺りが今列車が止まるところのようですけれども、もう中線もあまり利用していないのではないでしょうか。駅舎行ってみましょう。谷浜駅にやってきました。古い駅舎と構内のインディゴブルーの新しめの跨線橋の対比が面白いですね。公衆電話にコカ・コーラの自動販売機、公衆トイレもあります。そんな谷浜駅をまた出発して次の有馬川駅に向かいましょう。続いて谷浜駅から有馬川駅間を見ていきましょう。こちらは1968年、先ほどの前年に複線化開業いたしました。その経路はこちら。谷浜駅からずっと海岸線をやはり進んでいって、ここで山をくぐっていきます。こちらが現在の長浜トンネルになります。一方、旧線時代はやはりこんな長いトンネルを作るのは避けることにしまして、この辺りから海岸線を通って抜けていきました。しかし、やはりトンネルは作らなければいけなかったので、作られたのが旧長浜トンネルになります。そしてそこからまた合流をして、有馬川駅の位置は変わっておりません。今回はここまでご紹介いたします。旧線どのようになっているのか見ていきましょう。谷浜駅を出発です。谷浜駅の構内にも水路が流れているようなのですが、その作りがですね、またこちら、レンガ作りとなっています。一体いつ頃からあるんでしょうかね。レンガ作りと両脇、そしてその上はコンクリートで固められているのがわかります。このまますぐ海に流れていくのですが、中には入れないようになっていくんですが、何か入っていくやつがいたんでしょうかね。そして一つ一つお見せしていきます。こちらにはこんな1966年というふうに書いてあります。1960年代以降はこのように直接コンクリートに刻むということになってるんですね。さっき30キロほどと言ったんですが、もっとあるようですね。35キロくらいあるんじゃないでしょうか。ということは、私は今日は33キロほど、ゴールの2キロ手前まで行ったというのは分かってるんですけれども、そんな感じでサイクリングロードが続きます。ここから先はサイクリングロードが隣の国道8号線とは別で、ただの歩道ではない、ちゃんとしたサイクリングロードとして整備をされ始めます。そして現在の北陸本線は画面の右側、山に向かって現在の長浜トンネルが掘られているんですが、旧線時代はそのトンネルも短くするために、こちら側、海の方に、今画面を向けているこの辺りに向かって伸びてきていました。そしてサイクリングロードが続く先、そこに線路が伸びていったんですが、あちらにトンネルが見えます。こちらが北陸本線単線時代に走っていた旧長浜トンネルになります。全長は467メートル。このかつてのレンガ作りのトンネル、いいですね。内側はコンクリートで補強がなされているようです。そしてまず入ってみてすぐに感じましたね。涼しい。そう、涼しかったんですよね。そしてトンネルあるあるかは分かりませんけれども、なんか下りのように見えるんですよね。これ下りだからいいなぁと思ったんですけれども、帰りも下りに見えたんですね。一体どういうことなんでしょうか。錯覚ですね。こちらは先ほど前回の親不知トンネルよりも蛍光灯がいっぱいあって明るく、安心してくぐり抜けていくことができます。
そしていよいよゴールです。その出口には画面の右側看板があって、地区の名前が書いてあるんですが、ちょっと暗くて見えませんね。確かこちら側が有馬川、そして反対側が長浜と書いてあったんではないかと思います。そしてここにはトンネルの説明も書いてあります。長浜トンネル、長さ467メートル、通過時間2分ということですね。こちら長浜と書いてあります。コンクリートで補強がされておりますが、それ以外はほぼほぼ当時の姿をとどめているのではないでしょうか。北陸本線がここを走っていた時にはもうここには道路があったんですけれども、それにしてもこの海の景色ですね。こちらも車窓から見てみたかったものです。この山際をずっと進んでいくんですが、あそこを抜けると有馬川の集落です。あのようにコンテナが海ざらしで放置されております。そしてサイクリングロードはここから下っていくんですけれども、北陸本線は下らずに画面の左上のあたりを同じ高さのまま進んでいっていたものと思います。そしてこちらの山を回り込んで見てみたいと思います。サイクリングロードはこのように降りてきますが、配線跡は画面の右上あたりを伸びています。そしてその先にはこのように橋台が残っております。現在の日本海ヒスリラインの長浜トンネルの出口も見えております。この全てレンガで作られている橋台、ここには橋桁などもかかっていたんでしょうが、それはなくなっております。そしてここから先はですね、川が流れているためこのような橋がかかっていたんですね。その川が有馬川なのかというと違います。こちら桑取川です。この地名の由来は、桑取川河口に沿って松並木が連なっていた頃、河口で馬を洗い、並木に馬をつないだ旅人が近くの宿場で休んだことから、馬が間に変わってその名前がついたんだそうです。ここにはもうその松並木はありませんね。橋の途中、橋脚の跡なんかはないんですけれども、反対有馬川方にはこのようにこちらも橋台が残っております。先ほどのレンガ造りとは違ってコンクリート造り、なぜ左右で造りが違うのでしょうか。そしてここからしばらくするともうすぐに有馬川駅に着きます。その途中には有名な S 字カーブもあります。どのあたりで旧線と新線が合流をしていたのでしょうか。もうこのあたりはなんかちょっと盛り土が切り開かれていて、アスファルトも敷かれているんですが、その途中にはまたやはりこのように川が流れていて、レンガ造りの橋が設けられております。こちらもいつからあるものなのか、後から作るということはあるんでしょうかね。下は人が歩けるようにもなっています。さあ有馬川駅行きましょう。少し高いところから日本海、この絶景を望むことができる、ここに立っておりますのが旧北陸本線日本海ヒスリラインの有馬川駅です。こちらもかなり古い建物をそのまま使っていて、雰囲気を感じさせます。有馬川駅というふうな駅名標があるんですが、その正面はこのように何もなくて、ここにアクセスするようなところもなくて、この線路脇、こちらの道を上がってくることになっています。ということで駅舎の中に入ってみたいと思います。駅舎の中はやはりガランドとしています。椅子も見当たりませんね。ここからホームへ向かいますが、改札もありません。驚きだったのはこの駅舎の他にも直接ホームに上がっていく、もしくは降りていくことのできる階段が両側にあったんですね。この駅舎から来た場合は反対側のホームへは構内踏切を使います。もう車内改札が絶対に必要なところですね。谷浜方にあちらあります。手前側のホームが直越方面、反対側が泊方面です。こちら構内踏切になります。画面の左側、駅舎を介さずにここへやってくることも簡単にできます。そして谷浜方を見てみます。 S 字カーブがあるんですけれども、おそらく奥のカーブのあたり、あのあたりで新線と旧線が合流をしていたのではないかと思います。こちらの S 字カーブは直さなかったんですね。特急列車などはここは速度を落とさずに通過することができていたんでしょうか。そして反対の泊方面のホームを見てみますと、このようにですね、階段がありまして、誰でも自由に出入りすることができるようになっています。ということで今回は直江津駅から豪雨
谷浜有馬川と歩いてきました。ここから先どんな景色が待ち構えているのでしょうか。次回以降の動画ぜひお楽しみにしていてください。というわけで今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。